ごぼうの表面を洗ってささがきします。5分水にさらします。人参を千切りします。鍋を熱して油を垂らします。鶏肉を入れて炒めます。十分火を通します。ごぼうの水気を切って加えます。人参も加えます。しんなりするまで炒めます。砂糖、日本酒、塩、酢、薄口醤油で調味します。さらに炒め合わせてごま油を垂らします。胡椒を振って器に盛り付けます。軽くごまを振って出来上がり。